はい、皆様こんにちは、加用まりのでございます。今日はですね、セカンドキャリアは弁護士、元ヤクザから司法書士へというですねことで、久しぶりにですね、元ヤクザ司法書士の高村隆一先生のちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、文春オンラインにですね、記事が掲載されていて、それをちょっとテーマにしていきたいんですが、38歳の時刑務所でですね弁護士になることを決意されたと。で、刑務所でもですね、図書室で六法っていうのがあるそうなんですね。はい。で、しかしながらですね、弁護士には結核自由があって、慣れないあれですね、それが禁錮以上の刑に処せられたものはまず弁護士になれない、それから刑の消滅から、そして10年ですね、経たなければ弁護士になれないってことで、これではですね50歳になってしまうということで、司法書士を目指すことにされたそうです。司法書士の場合は禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しないものが、結核自由に当たりますので、これであればいけるということで、司法書士を目指されたというのが、きっかけだそうなんですよね。はい。弁護士と司法書士だとね、ちょっと結核自由がこう違って、弁護士の方が比較的、厳しいということになりますよね。で、私もですね、本当にこれほどまでのですね、キャリアチェンジをしたわけではないんですけれども、やっぱり自分がですね、通信高校卒業で、実際本当に何も勉強してこなくて、大学も行けなくて、で仕事もね、なんかこのままじゃまずいなと思った時に司法書士を目指そうって思ったのは、それは消去法で司法書士が残っただけなんですよね。なれるんだったら弁護士になりたいなって思ったこともあったし、はい、でもその時に弁護士になるんだったらまず大検取って大学行って法科大学院行って、そしてならなきゃいけないってなったら、ここから8年ぐらいかかるんじゃないかとか思ったりとかね、それから予備試験経由で受けるっていうのもあるんだけど、それでもですね2年以上かかると。で、かなり行き急いでたんで、やっぱり早く資格取りたいと、もうこの勉強情熱燃えてるこの時に取りたいと思った時に、司法書士だったら受験資格がなかったんで、それこそこれならいけると思ってですね、司法書士の勉強した記憶があるので、そこまでですね同じ境遇では全くもちろんないんですけれども、なんかその気持ちすごいわかるなと思ったのと、やっぱり資格もですね、弁護士か司法書士か全然ですね仕事のない異なりますけれども、同じですね難関資格を、取るということは同じでして、でこれ取ることでですね、もう明らかに人生を変えることができるっていうのは、多くの人が証明していることだと思います。で、この方は、元ヤクザの司法書士で、この間私がですねコラボさせていただいた諸橋先生ですね、元ヤクザの弁護士の先生、はい、司法書士であっても弁護士であっても元ヤクザというのがですね、いるような時代ですよね。もうこれほどのですね、キャリアチェンジの成功例っていうのは逆にないのかなと思っていて、多くの人がですねすごく希望というか元気が出るようなですね、そういう成功事例だと思いますので、逆にですね元ヤクザの弁護士、元ヤクザの司法書士っていう方に関してはですね、どんどんやっぱり情報発信していってほしいなと思います。そうするとなんかやっぱりみんなも、じゃあ自分だってなんかここから資格とか取って人生変えられるんじゃないかって、こう希望にやっぱつながりますよね。資格を取っても何も変わらないって言ってる人は、逆にその人は資格持ってない人の方がやっぱり圧倒的に多いですから、場合によっては、そうじゃなくて、何かですねキャリアチェンジしたい時に難関資格っていうのは結構ですね近道だなと思います。やること決まってるんでね、結構楽ですよ。はい、私はすごくおすすめしていて、その魅力もね、またこれからも引き続き発信していこうと思っておりますので、またね、他の動画も見ていただければと思います。はい、ということで本日はセカンドキャリア弁護士ということで、元ヤクザからですね、司法書士になられたですね先生の記事、ご紹介させていただきました。今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。